はい、皆さんこんにちは、みっちーです。今日もブログアップしていきます。はい、皆さんアクションカメラ使ってますでしょうか。僕の方もね、こちら使ってます。 GoPro Hero 7 Black、こちらね使ってるんですけども、普段はねこういった感じで、クリップマウントをねつけて、撮ってます。で、まあ使い終わったら戻すみたいな感じで使ってるんですけども、まあ普段ね Vlog としてね使う分には全然問題ないんですけど、たまにやっぱりねこうかっこいい映像っていうのを、ね、撮りたいんですね。手ぶれのないものを撮りたいなっていうのを、思ったりします。で、この GoPro もねすごく手ぶれ補正っていうのは効いてるので、比較的ねハンドヘルドで撮っても綺麗には撮れるんですけど、やっぱりちょっとそれとはねまた別でしっかりとね安定した映像っていうのを撮りたいなと思った時に必要なのがジンバルですよね。こちらのジンバルね今日紹介していこうと思います。じゃあ商品はこちら、じゃじゃんと。今日紹介するのはアイステディープロ2というものになります。でこちらの商品ですね、ホヘムジャパンさんからね、ご提供いただきました。ありがとうございます。なので今日は僕はこれをね使ってみてレビューの方してみたいなと思います。それでは早速中身見てみよう。はい、じゃあ早速ね開けてみていきます。じゃ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 んと、はい、はい、出てきました。見えますでしょうか。ここにねホヘムっていう風にロゴが入ってます。ケースの方は、プラスチックというよりはちょっとこう柔らかいような、こういった素材でできてますね。はい、じゃあ開けていきます。はい、まず出てきたのが、説明書ですね。日本語版の説明書と英語版の説明書が1個ずつ入ってます。なので、細かいね詳細なんかもこれ見たら、分かりやすく載ってますね。で本体ですね、こちら本体の方もね、僕が使ってるあのミラーレス用のねジンバルと比べるとものすごく小さいです。もうほんとこう手でねパッと握れてしまう感じ。あ、これちょうど、いい、これちょうどいい、ちょうどいい大きさで、他何気に僕これ重宝するなと思ったのがこのミニ三脚、これがねめちゃんこいいです。このロッドの下の部分にねクリクリっとねつけると取り付けて、持つ時にもこんな感じでちょっとね長さを確保できるっていうのと、三脚にしてこうやって立てることもねできますね。これとってもいいです。で、あと入ってるのがマイクロ USB 端子のコードとプレイステーションのコントローラーをつなぐ端子になってます。これが2つね入ってますね。なのでこれね結構ケースもしっかりしてるんで、持ち運びするときもすごく便利かもしれないですね。カバンに多分こうスポット、厚みも少ないのでスポット入りそうですね。 GoPro の方取り付けていきたいと思います。はい、では早速ねこちらの iSteady Pro 2の方に GoPro をつけていきたいと思います。取り付けの方が、バーがついてて、そこにアクションカムをこう入れるようなね感じですね。じゃあ GoPro をケースから外した状態でここに取り付けていきます。これねネジになってるので、ここねクリクリとこう回してもらうと締め付けたり緩めたりができそうですね。はい、こんな感じで幅があるのでここに GoPro を入れますと。で入れたらレンズの横ぐらいで止めて、あとネジクリクリ。普段からね使ってれば、この辺の調整もね程よくできるんですけど、今ちょっと全開で広げてしまってたので少し時間かかりました。ミラーレスとかのねジンバルと違ってバランス取りっていうのがないです。もうつけたらそのまま OK、 やっぱ軽いので。はい、じゃあちょっとね詳細の方を見ていきたいと思います。重量の方が 351g、搭載最大重量、このカメラですね、このカメラが乗る重量っていうのが 150g になります。例えばコンデジとかその辺っていうのは多分乗らないと思うんですけど、こういったアクションカメラっていうものでしたらいけると。で、軽いものに限定しているので、比較的そのジンバルのパワーだけで足りてしまうというところになってます。で稼働時間の方が12時間、充電時間が 3.5 時間、パン軸600度、ロール軸320度、ロール軸320度、360度ぐるぐる回るわけではないみたいですね。途中で止まるという感じです。で使用可能温度がマイナス10度から45度となっております。じゃあね早速これもつけた感じですごくね個人的にはちょうどいい大きさ加減なんですよ。めっちゃ好きかもしれないこのグリップ感。グリップもねラバーチックというかになってるので、ホールド感、グリップ感ものすごくいいですね。サイズ感も
で、このミニ三脚があるおかげで両手持ちがねしやすいです。僕の持ってるやつ、あの B ホルダーのね、ちょうどこの下の部分が足りないので両手持ちがすごく難しかったんですけど、これ下にこれがあるだけで両手持ちすごく便利になります。じゃあ早速ね、電源つけていきます。よっ、はい、動きました。どうでしょうか。あ、これは半軸はフォローしてますね。正面のところにスイッチとかね、何回押したらパンフォローになるよとか、オールロックモードになるよみたいなのが書いてあります。1回押すとパンフォローモード、上下は固定して右左は動きますよと。2回押すとパンチルとフォロー、これが一番ね使いやすいかもしれないですね。で、1、2、3回押すとオールロックモード、もう正面だけですね。で、1、2、3、4と押すとオールフォローモード、パンもチルトもロールもフォローしてくれるという感じですね。で、通常だとこんなか、あ、けど GoPro とかアクションカメラだと、あのわざわざここをあのグリッと変えなくても、このままねこうひっくり返しちゃえばインバートモード簡単にできますね。それいいかもしれない。すごく便利かも。もうただ持ち帰るだけ、こうやって。これでもうすんなり使えちゃう。ああ、いいですね。サイズ感もすごく手軽なので、重さも、まあ多少ありますけど、けど気になる重さじゃないですね。全然片手で使えるぐらいの感じ。じゃあね、早速これを使って、外でね、いろいろ撮影してみたいと思います。それでは、撮影の方行ってみよう。はい、ということで、今ね、ちょっとランニングがてら、テストで撮っております。アイステディプロ2ね、手ブレ補正とかがね一体どんな感じなのかっていうのを試したいと思います。乗せてるのは GoPro Hero 7 Black になります。で、今ねオールロックモードで撮ってるので、上下左右の動きはね強いかなと思います。なのでこれをね走りながら使ってみたいと思います。行ってみよう。片手で持ちながら撮ってます。走りながら片手持ちです。ブレの方はいかがでしょうか。今走りながら片手持ちです。オールロックモードです。はい、今ねパンフォローモードで片手で少し歩いてます。重さの方もね全然ないので、全然ないって言ったら変だけど、もうほとんど走ってても気にならないぐらいの軽さなので、持ちながら走れますね。すごくねいいです。で、僕あのこんな感じでキップバッグを背負ってきてるんですけど、この中にねスポット入っちゃうのですごくいいですね、大きさも。ただやっぱケースはさすがにね、バックパックを持ってく時だったらいいのかなと思いますけど、こういったランニングに出かける時はねジンバルはなかなか難しいですけど、ただこれ単体だったら本当にこのバッグ入れれちゃうので全然使えるなと思います。はい、今パンフォローモードで自撮りをしています。どうでしょうか、ブレの具合。パンフォローなんでね、横のこういうブレっていうのが出ますけどね、これで走ってみましょうか。あ、ちょっとカバンが、どうでしょうか、こんな感じでブレの具合はいかがでしょうか。今またね、いつもと同じような感じで三重県の方から愛知県のね名古屋の方に戻るような感じで歩いてます。で、使ってて面白いのが、これパンフォローモード、今これねじるとゆっくりねグワーンと行くんですけど、これをね裏のレバーを握ってあげるとクイックでね動いてくれるんですよ。わかります、この違い。カクンっていう、これが普通のパンフォローですね。で、ここから握るとクイックで動いてくれます。スポーツモードに切り替わるって感じです。
ですね、これは。戻りましたということで、映像を見ていただきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、まあ、GoPro を使ってね、撮ってるので、まあ、ブレの具合っていうのは分かりにくかったかもしれないんですけど、比較でね、動画角の方に載せておいたと思うんですけども、そちらの方と比べるとね、走った時によりジンバルの良さっていうのが出てくるかなと思いました。もう明らかにね、やっぱりブレ方っていうのが変わりますよね、このジンバルを使うと。なので効果はね、本当にしっかり出てるなと思います。これを使って良かったところっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、これ今回は GoPro Hero 7使ったんですけど、まあ、普通に使う分にはやっぱりブレ補正っていうのはなかなか分かりにくい部分もあるかもしれないんですけど、このね、古いタイプのブレ補正のないね、 GoPro とかを持って見える方っていうのは、多分この iSteady Pro 2ね、使われるとものすごく効果がね、はっきり出ると思います。ぜひね、このアクションカム用のジンバルっていうのを使ってみてほしいなと思います。でですね、こっち見てもらうと、この画面の認証が確保されてます。ここにね、カットされてて、うまくこの字型になので、画面をね、見ながら使うことができました。その辺はすごく良かったなと思います。あと、今まではクリップを使ってね、こうやって撮ってたんですけど、その時に握ってるとやっぱりどうしてもギュッギュッって音がね、入っちゃってたんですけど、このジンバルを使うことでね、そういったグリップ音みたいなのは入らなくなりました。GoPro Hero 7から GoPro 8に乗り換えようっていうふうに思ってる方、または、まあそれ以前のね、GoPro を使われてる方、けど GoPro 8を買うには、ちょっとなんか勇気が出ないなっていう方は、こういったジンバルをね、ちょっと活用してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとですね、スプラッシュプルーフ、多分防水性能だと思うんですけど、こちらがね、IPX4 ということで、まあ多少のね、雨風には、まあ、耐えることができるよということになっております。でですね、まあ、やっぱりジンバルの性能をね、うまく発揮するっていうことを考えると、GoPro の苦手なね、夜の撮影、光が少ない時の撮影に関して、こういったメカニカルジンバルっていうのは、まあ、映像のね、ちょっとこうビビリ、ブレみたいなのを抑えてくれる効果があるので、夜の撮影にね、こういったアクションカメラ使おうっていう人にはすごく向いてるのかなっていうふうに思います。で、あとですね、ポエムさんの方の専用アプリっていうのがあります。でそちらの方をダウンロードしてもらうと、フォロースピードとか、あと遠隔操作、モーションタイムラプスなどの撮影方法っていうのもアプリで使うことができるので、そちらの方もね、合わせて使っていくといいかなと思います。僕も使ってて、ちょっとね、こう、フォロースピードっていうのが少し遅いなって感じた部分もあったりはしたので、アプリでね、その辺を調整して、自分の使い方に合った設定っていうのができるのかもしれないですね。で、ちょっと気になった点ですね。これは多分 GoPro に関してだと思うんですけど、GoPro で
撮影の方をしようと思うと、ですね、ここにね入れてしまうと実は電源部分ってこの右側にあるんですよ。なので撮影しようと思った時に電源だけつけるってことがボタンではできなくなります。オズモアクションに関しては上についてるので多分そう問題はないかなと思うんですけど、 GoPro に関して GoPro Hero 7に関しては右側についてるのでボタンが押せません。で、そうするとどうするかっていうと、ボイスコントロールですね、 GoPro 電源オンっていう風に言うとつきます。で、 GoPro 電源オフっていうと電源が消えます。こんな感じでね、ボイスコントロールが必要になります。で、まあなくても最悪ワンタッチでレックが始まるので、まあ、そちらをね活用するっていう方法もあるかなと思います。はい、そんな感じで今日はですね、ホヘムさんのこのアクションカメラ用のジンバル iSteady Pro 2を、紹介してみました。これからね、GoPro とか Osmo アクション、そういったアクションカメラをね使いたいなっていう風に考えている方、ぜひねこちらの iSteady Pro 2のジンバルっていうのもね、ぜひ検討してみてください。で、概要欄の方に今回ねご提供いただきましたホヘムさんの購入リンク貼っておきますんでね、もしよろしければそちらの方ね、チェックしてみてください。ということで、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、ミッチーでした。バイバイ。